矢沢洋子が暴露した父矢沢永吉からの衝撃の教えがヤバすぎる。矢沢永吉さんは誰もが知る日本のカリスマロックスターです。1975年のソロデビュー以来、一貫してライブ中心の音楽活動を続け、その楽曲のみならず言動や生き方が多くの人々の人生に影響を与えています。そんな偉大な父のもとに生まれたのが矢沢洋子さんです。大学卒業後の2008年にデビュー、ロックアーティストとして父と同じ道を歩んでいます。ここでは矢沢永吉さんから洋子さんへ父親として授けた衝撃の教えについて見ていきます。二人の関係。矢沢永吉さんは1972年に伝説のロックバンドキャロルのボーカルとしてデビュー。若者から熱狂的に支持されました。1975年にソロになって以来、現在までライブ中心に活動し、絶大な人気を誇るスーパースターです。矢沢洋子さんは1985年東京都で生まれました。12歳から18歳までをアメリカ・ロサンゼルスで過ごし、2008年に帰国してボーカルとギターのユニットでデビューしました。2009年に東京ドームにて開催された矢沢永吉60歳バースデーライブ公演で初の親子共演が実現しました。2010年からは本名の矢沢洋子で活動を開始、アルバム「洋子矢沢」をリリースします。翌2011年には台湾や中国のロックフェスティバルにも参加し、アジア進出を果たしています。2018年の矢沢永吉ソロデビュー40周年記念ツアーでは9年ぶりに共演、サプライズの登場で観客から大歓声が上がったそうです。2016年にはビールの CM で親子共演を果たし、息の合った歌声を披露しています。昔の衝撃エピソード。矢沢永吉さんはそのステージや言動から家庭での姿を想像することはできません。娘の洋子さんにとっても24時間365日いつでも矢沢永吉だったそうです。家でもダラダラしている姿を見せたことはなく、どんな時でも絵になる立ち居振る舞いをしていたといいます。洋子さんの幼少期はまだ矢沢さんのメディア露出は少なかったため、特別扱いをされることなく成長したそうですが、1992年にコーヒーの CM に出演したり、1994年にドラマに主演したりしたことで一般への知名度が上がると、洋子ちゃんのお父さんはすごいねと周りから言われるようになり、初めて他の友達の父親と違うことを意識するようになったのだとか。矢沢家は父親が一家の大黒柱として家族を支え、他の家族は絶対的な存在である父親に従うという典型的な昭和の家庭でした。洋子さんにとって矢沢さんは頼りがいのある優しい父親であり、休日に自転車の乗り方を教えてもらったり、車や船に乗せてもらったりと一緒に過ごした思い出がたくさんあるそうです。洋子さんが高校生や大学生の頃はバイト先に来店したり、お客さんとして電話をかけてきたりしたこともあったそうですから、矢沢さんも娘に関しては少し心配性の父親なのかもしれません。そんな矢沢さんが洋子さんに授けた教えの一つは、どんな時でも低姿勢でいなさいということでした。矢沢永吉の娘として常に注目されてしまうからこそ、基本的な礼儀や挨拶、言葉遣いにはとても厳しかったそうです。お金に関しても贅沢するようなことはなく、きちんとしつけられたのだそうです。洋子さんは父と同じ世界に入り、改めてその偉大さが分かったと語ります。年齢を重ねても己を律し、ライブのできる体を作り上げるのは並大抵の努力ではできないことです。矢沢永吉として生き、矢沢永吉で居続けるために常人の4倍も5倍も努力しているのです。洋子さんは矢沢永吉の娘として嫌だったことは一度もなく、スーパースターとしても父親としても尊敬できる存在であると断言しています。昔の2人の写真。キャロル時代の矢沢さんです。リーゼントが決まっていますね。1985年ソロになって10年、洋子さんが誕生した頃のレコード、テイクイットタイムのジャケットです。30歳、ライブに明け暮れ突っ走っていた頃の矢沢さんです。やはりステージ上の矢沢さんが一番輝いていますね。2010年、本名の矢沢洋子で活動を始め、最初にリリースしたアルバムのジャケット写真です。アニメ映画あたしんちの主題歌も収録されています。身長167センチの長身でモデルもこなした洋子さん、母親もモデルをしていたかっこいい女性で永遠の憧れだそうです。まとめ。
矢沢永吉さんは日本を代表するロック界のスーパースターです。デビューから長きにわたりトップアーティストとして走り続け、その言動や生き方でも多くの人の人生に影響を与えるカリスマです。そんな偉大な父のもとに生まれ、同じ道を歩むことを決意した娘の陽子さんは父を心から尊敬しており、その存在を嫌だと思ったことは一度もないそうです。矢沢永吉の娘として常に注目を浴びる立場であるからこそ、どんな時でも低姿勢でいなさいという父の教えは心に響くものであったようです。